3月12日今日は九州から孫が来ています。今年から高校生になりました。春休みが早く始まりました。それではあれ、おばあさんは？歯磨き買いに行ったの、ビッグまで。もうか。ママも作る唐揚げ。うん、時々。うん？時々。うん。どうやって？どうやって？見たことない？作るの。うん。ヨーグルト入れるん？ヨーグルト入れるとすごい柔らかくなる。今度ママに教えてあげて。3人で男ばっかりだもんで、よう食べるだろう、ヨーグルト。作ってる、うん。こうやってさ、タイムは6分25秒。難しい。なお、難しい。うん、映ってる。それで、これに醤油どいて。また一歩成長しました。こうして昼まで置く。炒めるこれだけ。うん、それで昼まで置いとく。で、あとは揚げるだけ。東京から帰省してきた人です。ちょっと3月から、そうって言わなかったよ。ヨーグルト入れてよく混ぜてそういうことあんた言わなかったよ。これから2時間ぐらい染み込ませますって。そういうこと言わないかな。以上。うん。そうやって言うんだよ。ちょっと醤油が足りません。ひとかけ醤油を足しましたって言って。見てない。ほんでグズグズ言いながら食べる。そんなにたくさん入れるの。そうそういうこと言いながらやるんだよ。飯塚の言葉で言っちゃった。あ、本当言うと、おばあさんの孫が来てメール取ってくれました。だから、あれですって言って、飯塚の言葉です。飯塚の言葉とかある？筑豊弁。そんなのないから。お前筑豊弁じゃろか。保育園の時もやっぱり筑豊弁習ったよ。ほんと？習うの、そんな筑豊弁。地元の人も使わんような筑豊弁を保育園に教えてくれる。いや、普通に喋る、うん。ちょっと大きかったね、唐揚げが。これ取れよ。ねえ。これ取れようと。うん。見て。ピンコンって言った？言ってないけど。画面出ないの。なんで？なんで映ってない？映らんの？ピンポンって言わんの。押した？ここをポンって。うん。どこ押すの？映ってるの？なんで画面映ってないの？これで撮る。うん。うん。お前が撮らんでどうするの？火弱くね。170度にしました。
田舎のおじさんがくれた浮きの塔の定価。本当？だからもうこれ美味しいだけどね、一人じゃねやってもしょうがないじゃん。これ浮きの塔。苦いやつかな。うん、あ、苦いです、ね。うん、苦い。浮き味噌とかさ。うん。食べたことある。どこで？九州で？いや、こっちで。学生の時。苦、苦って言ってん？苦、苦い。うん。これいいのまだ。もう大丈夫。美味しそうや。大丈夫、美味しそう。